大阪府豊中市にある坂本整体院です。明けましておめでとうございます。去年1年やってきて思うのが、人っていうのは本当に感情の生き物で、体の状態っていうのも本当に感情に左右されるなっていうことなんですね。まあ人間なんで当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、で僕にもそういうところありますし、これは完全にゼロにしようと思っても、まあ、無理っちゃ無理なんですけれども、慢性痛を治そうとする上でこの感情っていうのがすごく邪魔になるんですね。なので今日1月1日からできるだけこの感情をねフラットにした状態で体のことを良くしようとするってことに臨んでほしいんですよね。つまりやったるぜとか、うわ最悪やとか考えずに、ただやらないといけないことを、ストレッチとかですね、そういったことをただ淡々とやり続けるっていうことをやってほしいんですよ。特別新しいことを今年から取り入れてほしいとかっていうわけではないんですね。むっちゃ簡単じゃないですか。特に何かやらないといけないっていうことがないわけですし、それともやっぱり感情のコントロールっていうのは難しいと思いますか？何か大きな結果を得る人、まあ、例えば東大受かるような人とかですね、勉強だったら、そういう人っていうのは模試の結果とかにあんまり一喜一憂しないんじゃないかなと思います。模試の点数が良かったら、あ、今までやってきたことは間違いじゃなかったんやな、じゃあ継続していこうっていう風に感情はフラットです。模試の結果が悪かったら、あ、どこかミスがあったんやな、模試の結果を見たりとか自分の行動を振り返ったりして、あ、で多分あそこやな、じゃああそこを修正しようっていう風に、これもフラット。まあもちろんその人間なんで多少のその あるとは思いますよ。こういう人でも最悪やって思う気持ちとか、でも振れ幅っていうのはかなり低いはずです。で、だからこういう人だから、こういう人がずっと淡々と同じことをやるから結果っていうのが得られるわけなんですよ。対してじゃあ大学受からないような人でどんな行動をするかっていうと、まあもうそもそも勉強しないっていうのはちょっと置いといて、模試の点数が良かったとしたら、おっしゃった、模試の点数むっちゃ良かったで、遊びに行こうみたいな、ちょっとぐらい大丈夫でしょ、今日良かったしみたいなとか、今日1日だけご褒美とか、ちょっと 2,3 日休憩とかね、そんなん入れて遊び出すとか油断する。で、じゃあ模試の結果悪かったとしたら、うわ最悪や、もう勉強する気なくなったみたいな、でやらない、やっぱこんな行動を取るんだと思います。これってテストの点、つまり勉強の結果ですね、が思いっきり感情に左右されてるんですよ。感情がそのまんま点数に出ちゃってる。で、結果もそのまんま出ちゃってる。感情がこの結果を生んじゃってるわけなんですよ。つまりいい大学に入れると大学落ちる人の差っていうのは、勉強方法以前にこういった感情の部分ですでにもう差がついちゃってるんですよ。これは体が良くなっていく人、良くなっていかない人も一緒です。感情を爆発させる人、その時その時の一瞬に感情を爆発させる人は、こういったように慢性痛が治っていかないので、今年は感情をフラットにするっていうことをちょっとイメージしてください。体の調子がいいからおっしゃーとかじゃなくて、体の調子がいいってことは、あ、今までやってきたことっていいんやな、じゃあこのまま継続していこうっていうフラットな気持ちで、調子が落ちたとしてもやってきた行動の中でちょっとミスがあったんかな、じゃあ修正しようっていうぐらいのイメージ、常に冷静に考えて対処していく。ただやっていく。そこに感情が入り込む余地をできるだけ少なくするってことをね、やってほしいんですよ。もう特に今まで感情爆発させまくって結果が出てなかった人、もうこれ結構いるんですよ。ちょっと調子良くなったら、うやっほーいみたいな人と、で、次来て調子落ちたら、うわーみたいになる人ね。こういう人って本当にもうその自分の感情でもうやることやらないこと決めまくってるから、もう本当に良くならない。本当に体が良くなる人っていうのは、大晦日で今日正月ですよね、だとしてもこれはその人の中でただの一日なんですよ。大晦日だろうと正月だろうと、例えば10月だろうと11月だろうと、ただ自分の体に対してやらないといけないことを淡々とやっていくわけですよ。そういう人がやっぱり結果を得るわけです。でも感情爆発させる人は、あ、今日大晦日やからいっかみたいなとか、よっしゃ今日正月やから今日1年の始まり、今日からやったるでみたいなね、こんな風な感情の爆発のさせ方をするわけですよ。でも今度は続かないですからね。正月よっしゃやったるぜとかってやっても3日も持たないですから。だからそんなことを考えずに、ただやらないといけないことを淡々とフラットにやるってことをやってください。今年からやったるでっていう人は治らないって言っておきながら、今年からこれにフォーカスしてくださいっていうのはちょっと矛盾がありますけれども、この動画を見た人はしっかり意識するようにしてください。ではチャンネル登録もよろしくお願いします。